にちは、ボストンクラブ代表の小松原です。弊社はですね、1984年に創業しまして、今年で37周年を迎えます。会社の理念としまして、メガネの街から世界の顔へということで、この鯖江から国内外に、地元で根ざしたものづくりをして世界に発信をしております。25年前に、デビューし、日本の、文化とかですね、そういったカルチャーをですね、元に、メガネに落とし込んで、デザインをしております。この商品は、自社の、オリジナルブランド、ジャポニスムという、プロジェクションシリーズです。これは、インハウスの、デザイナーがですね、一からデザインをして、特徴としまして、通常ですとこう長板にネジを使ってるんですけども、この商品は、ネジを使わない特殊な長板で、開閉テストをですね、こう10万回してもバタバタにならないといいますか、緩まないという商品ですね。